日本東京都江東区大島大島は東京都江東区の地名。現行行政地名は大島1丁目から大島9丁目。郵便番号は136-0072。大島にあった500ラ漢字、葛飾北斎東京都江東区の北東部に位置し、上東地域内にあたる。北で亀井戸、東で江戸川区小松川、南で北砂及び東砂、西で毛利、毛り、 住吉及び猿へと隣接する。町域の北辺を、建川、東辺を、旧中川、南辺を同じ川、西辺を横実験川と接する。海抜マイナス2メートル前後の低地となっている。商法年間頃に海岸の低湿地を開発して村が作られ、約250年前の元禄図に初めてその名が出ている。当時比較的大きな島であったので、 この地名が付けられたとされる。葛飾郡大島村のうち、小名木川沿岸の百姓が1657年に商売屋をはじめ、1706年には町地となり、深川上大島町と深川市も大島町が起立した。この2町は1713年町奉行と大館の両支配地となり、明治維新後の1878年に深川区へ編入された。 1978年都営地下鉄新宿線が開通し、西大島駅、大島駅、東大島駅が開業した。大島の読みについては、高下4年開藩の江戸長官に大島と落音で呼ぶよう強調されている。これは、深川領主町の一つであった大島町と区別し、ここを大島と呼んだと推定されている。その後1965年の 住居表示制度実施時に、大島と読みを決められた。1889年市政町村制施行が施行された際に、横実権側伊勢が、東京市、伊藤が南葛飾郡とされ、それまでの南葛飾郡大島村と深川区、深川上、大島町は、横実権側を境に、伊藤は大島村に、伊勢は東京市深川区にそれぞれ編入され、 深川区深川市も大島町は大島村に編入された。東京市深川区に編入された区域は深川上大島町と大島村あざ曽根があったが、1891年に大島村あざ曽根が深川猿江浦町に編入された。現在の江東区、猿江、住吉にあたる。詳細は江東区の町名を参照現在の大島はこの時に、 成立した、大島村の区域である。これには、南葛飾郡大島村の大部分、深川本村、深川井出村、猿江村、南本諸室村、北本諸室村、中野里出村、須崎村、小梅村,村,村、亀井戸村、深川区深川上、大島町の各一部のほか、平方村、小名木村、六県、堀井出村、深川区深川市も大島町の、 各全域が含まれた。詳細は、大島町を参照住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、大島6-21-2の地点で33万7千円、平方メートルとなっている。大島6丁目団地2017年12月1日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。大島9丁目の東大島駅近隣に、都営地下鉄新宿線の車両基地、大島車両研修場が設置されており、大島駅を起き終点とする列車が設定されている。都営バスが地域を東西に横断する新大橋通り、南北に縦断する明治通り、丸八通り、番所橋通りで運行している。東大島駅前及び、 東大島駅入口を発着、経由する京都大島駅を経由する、京都西大島駅を経由する、京都道路、協業行政教育公園銀行信用金庫。ありがとうございます。